フュージョンは、北、アメリカを拠点とする自動車メーカー、フォードが製造、販売していた自動車である。2018年4月、米国フォードは2010年代後半以降、ほとんどの世界市場におけるクロスオーバー SUV の対等やセダン市場の縮小などによる煽りを受け、セダン系の車種を中心とした車種整理を発表し、今後は、 当社を含むセダン系車種の次期モデルは開発されないことが確定となり、結果的に、米国報道は2020年をもって、セダン系車種の製造、販売から完全撤退することとなった。2012年1月、デトロイトモーターショーでワールドプレミア。2012年9月、発売開始。O、米で共通ボディにて販売するワンフォード戦略にのっとり、 5代目モンデオと共通のボディを有することになったが、モンデオに用意されるステーションワゴンと5ドアハッチバックセダンは設定がない。モンデオ同様に CD3 プラットフォームは従来型より踏襲されるが大幅な改良を受けており、パワーステアリングも電動式に変更された。エンジンは 1.6L と 2.0L の直列4。 気筒 DOHC16 バルブエコブースト並びに 2.5L の直列4気筒 DOHC16 バルブデュラテックを採用してダウンサイジングが図られた。トランスミッションはエコブースト仕様にはセレクトシフトと呼ばれる6足デュアルクラッチトランスミッションが 2.5L には6足 AT が用意され 1.6L ではオプションで6足 MT も選択できる。また 2.0L のみ 4WD も選択できる。ハイブリッドモデルも引き続き設定されるが、エンジンは 2.0L にダウンサイズされた。2017年にフェースリフトを実施。近年の米国市場におけるクロスオーバー SUV の対等やセダン市場の縮小などによる煽りを受け、2020年7月をもって生産、及び販売終了となり、 米国フォードとしては最後に投入された4度アセダンとなった。これにより、米国フォードは1908年登場の T 型以来、1世紀以上に、渡り生産、販売を続けてきたセダン型乗用車から、完全撤退することとなった。ただし、中国市場1000倍の同型車種となる、モンデオセダンは当面の間、継続生産、販売される。ありがとうございます。